天神愛岩グループとは、福岡県で天神愛岩の店舗名で展開する、株式会社天神愛岩を中心としたメガネ、補聴器の専門店である。大阪市にあるメガネの愛岩とは、資本、人的関係はないが、過去に遡れば何ら関係がなかったわけではない。1967年、天神愛岩の設立にあたり、天神愛岩と大阪愛岩との間で相互に、 アイガンという称号を使用することに合意した。その後、大阪アイガンは、1971年に、天神アイガンが、大英ショッパーズ福岡に出店したとき、大阪アイガンとフランチャイズ契約を締結したが、天神アイガン側が、フランチャイズ契約に反する行為を行ったと主張し、1976年11月、フランチャイズ契約を破棄し、ショッパーズ福岡店を明け渡すよう求めた。 天神愛岩側はこれを争い、結局、1980年、相互に相手方を、誹謗中傷等せず、また、双方の営業主体が異なることを明瞭にするよう、相互に配慮する等の内容で和解が成立した。また、2003年に、天神愛岩が東京に初進出した時に、大阪愛岩が愛岩の称号の使用禁止を求める訴訟を起こしたが、大阪高裁において、 天神愛岩に、天神愛岩、天神愛岩ビルの商標を使用する権利があること、等を認める和解がなされた。天神愛岩は、これらの経緯からすべて、天神愛岩と表示し、大阪愛岩と営業主体の五人混同がないように、留意しているとのことである。ありがとうございます。